戸佐林義雄ヨ8月から1957年11月28日は、北海道大学教授、アイヌ民族の研究者。1887年8月、山形県米沢市に生まれる。米沢中学校を経て、1909年4月に、早稲田大学理工会を加入学。1911年九月に果実号で中退後、1912年六月から、 東大理工科建築学研究室の佐藤光一の助手となり、工芸美術を専攻。1915年1月から建築学会の初期となり、建築雑誌の編集に当たる。1922年4月から北海道大学予科の講師となり、図画を担当する。1940年9月から教授となり、高等館6等に上される。1943年に、 16位に上される。1949年5月に、同大教授を退官。感。1950年に、北方民族研究所を設立。1957年11月28日に、札幌市において死去。去年70歳。土佐林コレクションは、土佐林の死後、1962年10月、1985年5月の2度に、渡って、 微族から、早稲田大学に寄贈された、アイヌの衣服、服食品を中心とするアイヌ資料集である。1939年8月頃、北海道大学在職中の土佐林は、アイヌ文様の研究を思い立ち、工芸美術の視点からアイヌなどの北方少数、民族の工芸や文化の研究をはじめ、同時に多くの民族資料の収集、調査をしていた。土佐林は、 日高を中心に、古典の古老の家々を訪ね、混成して、各種資料を譲り受け、資料が譲られない場合には、同じものを作ってもらうか、ノートや写真に記録するかして集めた。現在、土佐林コレクションは、早稲田大学合八81記念博物館に収蔵されている。1940年度から3年間、藍イ副復植文様発達の経路と題する研究で、 日本学術振興会の補助を受けている。また、1988年度から2年間、村井藤子、日野育子、菊池道子、谷井俊子による、土佐林コレクションの実測調査、アイヌ衣服の復元的調査研究が行われ、日本学術振興会の助成を受けている。1995年10月11日から同年10月28日まで、 アイヌ衣服の復元的調査研究の一環として、昭和女子大学、紅葉博物館において、アイヌ民族の服飾展その、技と、美が開催される。1998年には、アイヌ文化振興、研究推進機構の展示事業として、旭川市博物館、アイヌ民族博物館、帯広100年記念館の3カ所において、アイヌの美、装い、 土佐林コレクションの世界展が開催される。2004年11月29日から同年12月18日まで、早稲田大学合図81記念博物館で、企画展、アイヌ民族の美の世界、土佐林コレクションに見る、が開催される。2007年11月26日から同年12月15日まで、早稲田大学合図81記念博物館で、 企画展、東アジアの中のアイヌ文化が開催される。2016年から2017年にかけて、早稲田大学、美の鴨市文化交流事業として、美の鴨市民ミュージアム及び、早稲田大学、大熊記念タワーの2カ所において、ものを集める眼ざし展が開催され、土佐林コレクションも展示される。ABCDEF 村井藤子、日野育子、菊池道子、谷井都子、 アイヌ衣服の復元的調査研究、学園第601号、昭和女子大学近代文化研究所、1989年12月1日、26から44ページ。AB、歴代予科教官名簿、北大百年支部局修行制、1980年3月20日、55ページ。学内事例、北海道帝国大学新聞。 第238号北海道帝国大学文部会新聞部、1940年9月17日、1面。学内事例、北海道帝国大学新聞、第281号北海道帝国大学文部会新聞部、1943年2月2日、1面。学園への指定寄付、早稲田学法第954号、早稲田大学校友会、 1985年7月15日、59ページ。ABC、アイヌの美予想い土佐林コレクションの世界、アイヌ文化振興、研究推進機構、1998年1月。AB、アイヌ民族の美の世界、土佐林コレクション、早稲田大学合図81記念博物館、2004年11月。AB、土佐林よしお、文様を探索業。 北の旅、北方風物総書、第3週、北方風物編集部、北方書院、1949年2月25日、17から39ページ。コレクション、早稲田大学合図81記念博物館、2020年5月7日閲覧。アット氏、早稲田大学合図81記念博物館、2020年5月7日閲覧。ルーンペ、 早稲田大学合図81記念博物館。2020年5月7日閲覧。多摩祭。早稲田大学合図81記念博物館。2020年5月7日閲覧。脳、理関係が大多数学ぶり前期の補助総額17,400円。北海道帝国大学新聞。第2 3十号北海道帝国大学文部会。新聞部。 1940年4月16日、1面。学ぶぶり前期補助決定文学関係16件1万0千円。北海道帝国大学新聞。第248号北海道帝国大学文部会新聞部。1941年4月22日、1面。学ぶぶり補助決定文学21件1万0千円。北海道帝国大学新聞。 第266号北海道帝国大学文部会新聞部1942年4月28日1面12個人研究の援助日本学術振興会年報第8号日本学術振興会1941年8月15日41から70ページ12個人研究の援助日本学術振興会年報第9号 日本学術振興会、1942年8月20日、48から80ページ。9、個人研究の援助。日本学術振興会年報第10号。日本学術振興会、1943年10月20日、42から71ページ。文部省科学研究費補助金採択課題、公募審査要欄、昭和63年度、行政。 1988年8月350ページ。文部省科学研究費補助金採択課題。公募審査要欄。平成元年度行政。1989年8月441ページ。愛の民族の復職展その技と美昭和女子大学。紅葉博物館。1995年10月。過去の展覧会。 早稲田大学合図81記念博物館。2020年5月7日閲覧。東アジアの中のアイヌ文化図録早稲田大学合図81記念博物館。2007年11月。ものを集めるまなざし。点、合図81ら収集資料公開古河原や、民族衣装など多数、毎日新聞。2016年12月21日、25面。 ありがとうございます。